今回は、前回新しいロボットの紹介だったんで、今回は、新しい武器の紹介をしたいと思ったのですが、ゲーム内のお金の、がですね、少なくて新しい武器が買えなかったので、前回でね、あのコメントをいただきまして、こちら左から2番目のこちらですね、ライノっていうらしいです。はい、ライノってはい言います。教えてくれました、ありがとうございます。こちらライノがおすすめということですね。こちらのライノをちょっと使っていこうと思います。はい、ライノさん特徴としては、はい、こちら、はい、まず上に2つ中型武器、そして下に軽量武器があって、攻撃モードがあるんですけど、なんでしょう、攻撃モードといいますか、前のシールドを展開しますと上の中型武器が使えなくなるんですね。なのでそこをうまく利用して、まあ、中型武器にはちょっとリロードが長めのものを装備してプレイしたいと思います。はい、リロード時間がですね長めのやつですね。まあ、18秒23秒10秒10秒。こちらが無難ですね。射程距離が500メートルでリロード時間が18秒ですね。はい、そしてこちら下の軽量武器、こちらはどういうのにしようかな。まあ中型が500だったんで、まあこっちも500メートル前後でいいかなって思ってます。なのでまあ今の状況が一番ベストかな。そうですね、こちらレベル2ですけど、レベル5があったかな。ないですね。よし、でこれでいきます。あ、これはレベル6持ってますね。この人変えちゃいましょうか。これじゃなくて、この人はそうですね、どれにしようかな。せっかくステルスがあるんで、なるべく近寄って倒したいですね。なのでこの子から装備をいただこうかな。こちらですね、これ強いんですよ意外と。はい、射程距離が300メートルで105が来るかな。でミサイルがなんと16個出るんですね。はい、16個、 16×800 はいくつですか。はい、まあ分かりません。これをつけます。装備を外す、あ、装備を外すだけもあったね、知らなかった。よし、でロボットの変更でこちら、はい、読めません。誰か読み方を教えてください。うん、なんだろうね、ステルスモードがついたやつ。これに先ほど外したこれを2つ装備します。はいですね、こちら、はい、まあ、あとはどうしようかな、こんなもんでいいかな。では早速バトルに行きます。はい、ライノさんお願いします。ステルスね、これ厄介ですよね。敵に回すと本当にイライラしますね。ステルス発動して攻撃してきて、ステルスが消える頃にねまた隠れてしまうというね、厄介ですね。じゃあ最初ちょっとすいません、これでビーコン取らせてください。お願いします。ビーコン3つ欲しいな。これ早いですね、足速いしジャンプできるし便利ですね。どんどんいきます。はい、まあ、唯一の欠点は耐久力が低いのと、まあ、武器が中型1つしか
装備できないんで、なんか選びようがないですね。最近中型でミサイルが出たんで、どのようなミサイルかまだ見てないんですけど、そうですね、ミサイル大体射程が600、300ぐらいのも1個あるんですけど、新しく出たのが何メートルだったかな、遠い方だといいんですけど。さあ行きます。この盾をうまく利用して、あれは厄介なやつですね。ステルス機能付きのやつがここにパイロットさんいますけど、いるますね。怖いですね。ちょっと倒してくれるのを待ちましょうか。どうやってきた？出てきた。怖い。シールドがね、なかなか強いんで、爆発物じゃなければ大体は防げます。レーザー兵器だったら、レーザー兵器だと、実はマシンガンというか、なんていうんですかね、機関銃みたいなやつは大丈夫ですね。さあ、どんどん行きましょう。かく乱作戦ですね。僕が前に。はい、OK、行きます。僕がおとりになって、おとり作戦です。と、さあ、私を撃つがいい。おとり作戦です。と、なかなかやられませんよ。シールはありますかね。効かないぞ。やれるものやってみよう。いいですね。調子がいいです。今日は。なんか取られちゃってる。D なんだろう。だから私も取りますよ。B ですね。ここは。良い方。シールドがなくなっている。だが B をなんとか取りたい。B を取りました。よし、取りましたね。ここでじゃあライノさん出動いきます。はい、攻撃モード。じゃあほら、下の2つしか、これ外すと上も撃てるんですけど、これシール展開すると足がちょっと速くなるんですけど、下の武器しか使えない。旋回はできないんですけど、これも何ですかね、大回りはできるんですね。難しいです、使い方が。でもなんかコメントによると、爆発物以外は大体防げるらしいです。ちょっと期待しています。では行きます。僕がうまく使えればいいんですけど。さあ行きましょうか。どんどん行きますよ。さあ射程距離に入ったかな。まだだ。足から撃たれてますね。お、防げてる。効いてない。全然効いてない。すごい。強い。これはちょっとあいつのとこまで突っ込みますか。さあ、500メートル以内に入ったら僕は強いぞ。さあ、近づいてきた。すごいですね。なかなかな。よっしゃ、撃て。パシャ。よし。やってるぞ。さあ、シールド展開。そしてリロードまでシールドを展開し続ける。よし、いいですね。ちょっとこれテンション上がりますね。変形。さあ、突っ込みます。6、あと5秒。持つか。持てば、近寄って撃てるのに。1、発射。よし、シールド展開。よいしょ。という感じです。すごいですね。なかなか強いですね。本当に結構、効かないですね。ちゃんと防げてますね、あのシールドで。いや、すごい。ただちょっと難しいですね。足が遅い。さあ、この人ラッシュも足が速くなります。ほら、走ってますね。走れ、頑張れ。緊張した。いいぞ。あそこにこもってますね。あそこの2人ちょっと行きますか。ラッシュが終わると、すぐなんかすごい足が遅くなりますね。おりゃ。そっちじゃない、そっちだ。そう、おいしょ。いいですね、楽しいですね。来た。おりゃ。よし、倒した。
どんどん行きましょう。おりゃ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 、硬い、この人硬い、倒せなかった。そう、あれ、この人よいしょ、よし、今のうちにビーコンを取れるか。どうだろうな、いけるかな、あ、いけそうですね。お、行きます。よし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 、結構誤爆ですね。よし、いいですね。はい、ビーコン取りました、いただきました。ではあっちの、あ、レーザー兵器はシールドできないんですね。じゃあそこの下のあいつですね、ステルス君、ちょっと行きますか。そろそろあるかな。よっ、ほっ、はいや、あーやば、あー、すごいやられ方ですね。あー、やられました。じゃあ最後こちら、ステルス機能のついたこちらでいきます。結構足が速いのでどうしようかな。作戦、まあ近距離武器しか持ってないので、なるべく近づいていきます。いや、勝てるかな、どうだろうな。とりあえず、まあそこに行こうかな。おお、ステルス対ステルスですね。あ、でも相手もう3機しかいませんね。3機、3人のプレイヤーしかいません。人数的には若干有利です。このまま現状維持でいきますか。あー、あの人がちょっとあれです、引っ込まってますね。いやー、射程内に入ればいいんですけど、こっち狙うかな。あ、倒されちゃう、やっつけろ。あ、うっ、あ、なんだ、まあいっか、しょうがない。おりゃー、お、倒しました、やりました、ヤマトさんを倒しました。よーし、やったぜ、倒したぜ。どうしようかな。お、あっちで誰かがビーコン取ってくれてますね。じゃああの人行きますか。4 8 7 6 5 4、いけるかな、倒されちゃうかな。2、あ、まだか、そうか、300だから、もう頑張れ、近づけ、こっち見られる前に、気づかれる前に。あー、やばい、4 2 1、撃て、ファイヤー、よいしょー。あ、硬い、とても硬い、大変だ、なんていうこった。あー、どうしようかな、まずあっちにも来てる。おお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 お、射程内かな。腕、おりゃー、よし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 、おお、硬いですね。わお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 、おお、倒した、倒しましたね。あ、僕じゃないですけど、はい。さあ、あと5秒、4 3 2 1、で、よいしょ、あらーらららら、あらー、やられました。まああとちょっとなのでね、ちょっと見ていきますか。やられるとバトルから引くか、こうやっていろんな人も見れます。この人すごいですね。この距離だと左のあのマシンガン的なやつは、あ、落ちました。はい、 OK ですね。はい、ああ、すいません、あれ、バッテリー充電しなかったはず、失礼しました。はいはい、今回まあまあですね。あ、金が手に入ってます。8手に入ってますね。ロボットは1体、あ、ビーコンですね、5個取りましたね。与えたダメージ21万、うん、ちょっとよくわかんないですね。さあ、チーム、お、僕第2位ですね。はい、あ、金は1番もらってるんですけど、なぜ第2位なんですかね。あー、そっか、1番の人はキルレートですね、これきっと。やられてませんね。すごい。1回しかやられてない。面白いですね。ライノさん、いいですね。じゃあ、今回はこの辺で終わりですかね。はい。では、また次回会いましょう。はい、さよなら。